三上しおりの私色企画第1弾、目指せ富士山頂。私色の企画第1弾は、登山初心者の三上しおりが念願の富士山頂を目指してチャレンジする企画でございます。何度でも先日ね、めでたくリリースしました私の公式アプリ私色なんですが、今後いろいろなことにチャレンジする様子をどしどし撮影して動画で皆様にお届けしたいと思いまして、最初のチャレンジ企画に早速この企画やりたいと志願してみた次第なんですが、すごい最初からハードル高いですよね。なんかあまり皆様の顔色がよろしくないような気もしますが、もう私はやる気いっぱいでございます。ちなみにね、私富士山登山ね、初心者ですから、今回は美人マネージャーを引き連れていきまーす。口説き落としました。ありがとうございます、ありがとうございます。しかしね、大変頼りになるマネージャーさんなんですけど、まあお互いね、富士登山は初心者どころかもう登山もしたことがない2人、ひよっこ2人ですよ。どうしたものか。そんな時ですよ、事務所の大先輩、そして登山の師匠でもあるこの方にもうぜひぜひ指南を受けたいとお呼びしました。小野坂雅也さんでーす。わーわーわー、なかなかだ。ありがとうございます。この度は師匠。いや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 、よ、師匠。あ、ちょっと本当にやめてください。ちょっと頑張って登るんですね。そうです。私はなんでそんなことを思うんですか。なんか面接みたいで緊張しますね。ちょっといいですか、小野坂さん。何もう恥ずかしいよ。小野坂さん、恥ずかしい。私、うん、乗りたいんです。登りたいです。乗りたいって何ですか。富士山に乗りたいんです。富士山に乗ってこうじゃないからね。何ですか、山頂に行ったら乗ることになるじゃないですか。富士山に、みかし、そんな考えで行くの。はい、もうマジマジ向こう巨人だぜ。でもそれを駆逐していくんですよ。何、流行りみたいなこと言うと思う。シュッシュッては登れないから。はい、そうなんです。小野坂さん、しかしさ、はい、申し込みしちゃったの。本当にしちゃったんです。ちょっと見して、どんなのか。どうぞ。まずどうやって登りたいのか。なんかでももう詳細がよく分かってないんです、登り方。なんで、だってこれだけ届いたんです。バカじゃない、こんな地図見ても分かんないよ、そんなの。わい、なんで私どこ登るんだろうって分かってなくて。まず、はい、その登り方として2つあるのね。はい、一泊ですよね。一泊です。僕らはだから取材だったので、はい、もう登って降りてきたんですよ、一日で。でもそれすると本当に高山病とかかかるので危ないから、一日泊まって、はい、慣らす方がいいの、体を。なんかゆっくり登るって書いてました。どう。じゃあ多分その初心者の方に当てたツアーなんだと思うんだけど、はいはい、登る場所は5合目から登るのね。5合目からですか。5合目です。これもう1合目から登るとなるともう本当に大変だから。そうですよね。5合目まで車で行けるんでしたっけ。はい、行きます。そうですよね。5合目までのまず車で行くタイプですね、はい、タイプです。表裏があるんですけど、どっちから登るんですか。これが登山のあれこれのセットです。じゃん。これ高山病って何って言ってる。そういうんじゃないのよ。そういうことじゃなくて、はい、あの登って当日はみたいな、当日はどこまで来てみたいな。最初別にここの企画でも何でもなかったわけでしょ。はい、そうです。あの最初は本気でプライベートで登ろうと思ってたんですよね。思っていて、何かちょっと巻き込めないかなって。なんで巻き込めないの。なんで巻き込んじゃったの、マネージャーは。美人ですし、なんかちょっと年齢も近いですし、なんかこう私がくじけたら介護してくれそうだなと思って、うん、なんでしょう、なんかすごい安心感があるんですよ。え、新富士駅集合なの。あ、集合します。現地集合。はい。じゃあ、小野坂さん、前乗りします。あ、前乗り前乗りしますよね。嬉しそうに言うけど、まあ、それ10時に新富士
だったらもう始発だもんね。あ、そうなんです。でも苦労したくないので前何を言ってんの体力温存したいです。 なんで苦労したくないのに富士山登るんですか。あの世界が変わるって聞く。変わりません。もうはっきり言いますね。あの変わらないです。世界は変わらないです。小野坂さん、じゃあ、うん、なんか見て感じたことないんですか。何もないです。ご来光見たんですよね。ご来光は見てないです。僕はあの1日で登って帰ってきたんで、登ったのがもうちょうど12時ぐらいですから、一番上が。深夜ですか。え、夜の朝やろ。朝から登ったのに4時から登ってお前深夜になってたらお前 この間どんどんやってやんねん。お前すごい遠いなと思ってたら。そう、なるほど。そんぐらい遠いんかな。お昼の、え、でもこう、うん、見た景色はどうだったんですか。あ、登ってよかったなって。荒野だよ、荒野。あ、みなさん、あの、はい、富士山の景色に夢を持つのはやめてくれ、はい、富士山っていうのは火山なのね。火山、昔は旧火山って言ってたんだけど、本当はもうその旧火山っていう言い方もなくて、はい、今も動いている火山なの、富士山は。危ないんですね。いつ爆発しても不思議じゃない。へー、そんなとこに私は行くわけですね。ですよ。富士山みんななんか気軽に登るっていうようになったのって最近なんですけど、最近っていうか、まあ俺、まあここ十何年ぐらいだと思うけど、あ、はい、それまではやっぱり登れない山だったからね、もともと。でもそんな中どうして小野坂さんはじゃあ登ろうと思ったんですか。僕は39歳の時に、あの40までにやることみたいなことで、はい、あのラジオの番組で、富士山頂からその時やってたラジオの、はい、番組のスポンサーの、ものを、はい、火口に向かって叫ぶっていう、すごいすごい恩返し、ラジオを撮りに富士山の上まで行ったのよ。ラジオ、ラジオを撮り、映像、ラジオを撮りに、映像なしのラジオを撮り、声だけですか。行かれてたんですよ、みんな。だから、あらあら、スタッフが、それぐらいスタッフは簡単に登れると思ってたんです、はいはい、私もそんな感じです。イエイ。その時に僕は一人、富士山って危ないって聞いてたので、はいはい、昔から。だから最初登山ショップにね行って、で富士登山に登りたいんですけど、はい、どのようなものが必要ですかって僕だけ言ったんです、うん、ラジオのスタッフは全員スニーカーとジーパンで行くつもりだったんで。あ、それは大変なんですもんね。そうなんです。それで僕は絶対これ、あの高校の時が、はい、雪山登山するような高校だったので、そこで一泊しなきゃいけなかったので。じゃあ結構ガチめの登山、ね、そうなんです。死ぬか生きるかで救急車が麓にも、はい、待ってて、っていう学校だったので、はい、待てよってやばいと思って、はい、で聞いたら、あ、富士登山っていうのはハイキングではございませんので、きっちりとした登山なので、はい、形だけはもうしっかりしていった方が、舐めない方がよろしいので、それはもう僕は分かってたんで、その日全部買い物して、はい、次の日のラジオに行って、こうこうこういうものを買いましたって言ったら、そんなお金出せないな、うちじゃ。っつって、みんなそのままの格好で行くんだから、とかって言って、ハイキング行く気満々なんですよ。スタッフ陣は、じゃあ分かりました、はい、僕はもうこれ実費で出しますから、はい、皆さんは後悔しないような格好で来てくださいねっつって、で僕だけもうバッチリな登山の格好で行ったんですけど、トレッキングみたいな、はい、したらみんなもう機材を俺に預けて、野沢さんもう僕らの俺に自分で撮ってください、もうスイッチ入れろよって言ったら、はい、自分で全部やってください、そんな感じ。このまま登山してて、このまま、このまま止まったまま、そこに置いてきぼりにして、僕は一人で登られたんですか。つけて、ここマイクつけて、いやーですね、何もないですね。本当に何しに来たのかちょっと僕もわからない。確かに脱落していったんですか、はい、でみんなこう落ちてって、結局僕が一番に、はい、登って待ってたんですけど、皆さんも、途中で辞めた人もいます。それほど過酷なんですか。富士登山は過酷なので、途中、何箇所か、辞めるっていうゾーンがあるんです。辞めるゾーン、そこはもうと本当は上まで登って降りないと、はい、道が一本道なのね、人が多いから、はい、あ、そうですよね、みんな一本、そうなんですよ。だからこれを変えることは絶対にできないんです。
登ったらもうそれが最後。登り出したら後ろに行くことは絶対にできないんです。どんなにしんどくても、はい、ここまで行って、はい、ここまで行ったらこう行くんじゃなくてこっから降りるっていうことはできるんですけど、ここまでは必ず行かなきゃいけないんです。ここまでは、なるほど、こっからここでもう血を吐いてしんどいってなってもここまでは行かなきゃいけないんです。どんな状態になっても登り続けなければ。そうなんです。リターンゾーンはそこだけ。リターンゾーンここだけなんです。それほど過酷で、みんなそこからこう降りて戻っていったんですか。ザー、え、結構でも降りられる方は多いんです。まあ多分 30% ぐらい降りるんじゃないの、途中で。そんなにですか。多分8合目ぐらいまで登ってもう諦めて降りる人たくさんいるから、はい、8まで登っても、登っても8まで登っても半分ぐらいの感じです、まだ。へえ。先が山ほどあります、山だけに。違う違う。さすが先輩です。そうじゃない、はい、そこに行くんですよ。覚悟を決めました。でも小野坂さんは万全に準備したからこそ登り切ったわけですよね。今日はそれをちょっとお聞きしたいんですよ。いかにしたら登れるのか。あ、小野坂さん登ります一緒に。絶対に登んねんな。じゃ あ絶対に登ります。絶対登んねんな。でも絶対に何が何でも。昔誰と一緒に登んの。あ、マネージャーさんです。絶対登んねんな。ほら見てみ。はい、あのうなずけへんやろ。巷ではちょっとパワハラだと言われてるんですけれども体育会系なの、みなし。はい、あのどんなに打たれても負けません。嫌なこと言われてもアンチにも負けません。いや、そういう気持ちの強さと、はい、富士山の気持ちの強さ違うから。違います。アンチに戦うじゃダメですか。そういうんじゃないよね。富士山はアンチじゃないから富士山はみんなドーンと受け入れて構えててくださるんですもんね。誰でも。え、じゃあどうしたら気持ちを保てるんですか、うん、これがあってよかったみたいな、はい、そうだな。まずは、はい、あの本当にちゃんとしたもっとちゃんと買ってきました。ちゃんとした装備、これがもうまず大事です。装備、ちゃんとした装備、ちゃんとした装備、まずちゃんとした装備ね、はい、これも絶対重要、はい、あと、水などの飲み物ね、まあ、装備のうちですけども。あ、水、はい、水は売ってはいるんですもんね。よし、富士登山を舐めるなっていうところはそこなんですけど、はい、山という自然に人間が物を持ち込んではいけないんです、本当は。水って何に入ってますか。ペットボトルです。ペットボトルを自然界に置いてはいけないですね。持って帰らなきゃいけない。そうですね、はい、だからなるべく荷物を少なくするためにも水を持っていきたいんですけど、まあ平たく言うと販売機では売ってはいるんです。あ、はい、ただその水を買っても捨てるところもないので、だからリックに入れて持って帰らなきゃいけないわけ ね。 そうですよね。ペットボトルも陰発的なクチャッてなるいいですよ、そういうことです。科学に頼ろうとしてないかもう使えるものは全部使っていこうと思ってる。だからまあ、はい、水ですよね。この書いてるものの中でもいるものといらないものがあるのよ、はい、あ、はい、それ大事ですね、うん、すごい。でさっき言いましたけどゴミは全部持って帰んなきゃいけないよね、はい、だからこれゴミ袋絶対。ああ、大事ですね、うん、お菓子食べた後の袋とか。お菓子、あれ、お菓子持っていかないんですかやっぱりもうやめようか。もう遠足じゃないんですよ、登山なの。でもチョコレートは必要じゃないですか。チョコレート持って行ってもいいですけども、はい、登山だから。わかりました。食べたいです。あの、みかし、登り出してから楽しいことって一つもないって覚えてて、はい、楽しいことは一つもないの。その坂さんの目が座ってますまあ食べ物ね。あ、食べ物、ね、気になります。これはもう食べ物も必要でしょう。食べ物、はい。小野坂さん何食べましたか。僕はねーってバカこれでも、はい、確かにミカシの言うようにチョコレートとかポテトチップスとかね、はい、持っていきたいし、うん、ジュース、はい、オレンジジュースとかね持っていきたい気持ちもあるでしょうけども。あります。これを全てザックに詰めなきゃいけないわけよ。重いですね。そう、だから自分がどの程度のものを背負っても大丈夫なのか、まずお家でやんないとダメなの。練習ですね、うん、それでまあ近所歩いてみて、その肩が擦れたりなんかすると
もう本当その先登れなくなるから。そうですね、うん、ザックはその専用のザック買われたんですか？はい、もちろんです。もう僕はあの蹴散らずに、はい、全部新しいものにしました。はあ、ザックも買った方がいいですね。ザックも買った、当たり前ですけどね、はい、ザックはね、あのこうかけてここにベルトパチンってついてるのがあって、はい、こう動かないように、あ、固定するようにしないとダメです。擦れちゃいます。はい、帰りが怖いんです。あ、固定式、そういうのありますから、まあ、そういうのは後で教えますから。ありがとうございます。はい、それで聞きたいんですけども、はい、もしこの日に雨が降ったらどうするんですか？はい、雨でも欠航って書いてました。あれ、雨天欠航ってはどこか見ました。雨でも登る、登ります。欠航しちゃいますね。晴天と比べて雨の日登ると、はい、まあまあ本当に何倍も疲れるからね。雨天欠航ですよね、マネージャーさん。雨天欠航って、あ、雨天欠航って書いてましたよね。なんかそこに薄いてます。雨天やるって書いてます。あ、スケジュールが届きました。雨天、なんか雨は何が辛いかっていうと、はい、まあ装備が全部濡れて重くなるっていうのもあるんですけど、はい、景色が全く見えなくなるんですよ。で、3000メートル以上登るから雲の上っていうことなのね。すごい。で、下に雲海が見えるっていう景色になるんだよ。すごいですね。晴れてたら、ただ富士山は天気がものすごく変わりやすいので、はい、すぐ雨が降ってきて晴れて、僕も晴天に登ってるんですけども、はい、雨が降ってきました、一回。雲が登ってきて降りるっていうのが必ず一日に何回かあるんで、はい、雨降って、はい、あの降りてすぐに晴れてっていうのの繰り返しが来ます、はい、だから装備が大事なんです。濡れた時にそのまま着てると風邪ひきますから。で、気温の差がめちゃくちゃ激しいんです、登山っていうのは。登ってる時は20度から22度ぐらいに感じます、体感的に。ただ止まると本当に0度に感じます。0度、夏でも凍えるぐらい。へ、僕の登ったのが多分8月か9月 その夏の終わりだったと思うんですけど、でもすごい暑い日ですよ、ね、凍えるぐらいになります。夏でも雪残ってたりしますから。へ、上の方は、はい、それぐらい過酷な自然の中を登るってことを覚えてくださいね。わかりました。